ストレス、もうそういうのばっかり選んでない。ストレス、ストレス、はい、ストレス大事だよね。通常はみんなね、美術館行くと疲れるって言うんですよ。確かに集中するから、僕もね、美術館行ってね、帰ってくるとね、爆睡しますね。あの、それは何でかっていうとね、あの、僕の中でね、あの、独り言がすごい起こるんですよ、美術館の中で。ブツ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 言ってるんですよ。ほぼ周りに聞こえるぐらいのブツブツ言ってるんですよ。この子だからって言って、でも、って、絵といつの間にか喋ってる。周りから見たらすごい危ない人になってるんだけど。で、行ったら分かんないからストレスが溜まります。逆なんですよ。ストレスを取り除くにはね、今どうしたらいいか、わけの分からないことを上司が言ってきた、わけの分からないことをお客さんに言われた、わけの分からないことを部下に言われた。うん、つまり、わけが分からないというのは、自分の価値観とは違うものに接したときに、自分の価値観の中では処理しきれなくて、相手が自分の価値観を理解できてくれない。このときにストレスが起こる。それに対して、美術館ってね、もっとわけが分からないですよ。つまり、美術館のわけの分からなさに比べたらね、日常のわけの分からなさはね、まだ緩いなって。うん、究極のわけの分からなさみたいなことがあったとき。あ、そうか、訳の分からさに対しての免疫力がついてくるんです、うん、だからもっとわがままな女の子と付き合うと楽になるよ。普段すごい尽くすタイプと付き合ってるとね、ちょっとしたわがままもう、ああこの子と付き合いにくいってなるけど、とんでもないわがままな、うん、まあ、あの、犬を飼ってると猫はきついって言うんだけど、あの、猫飼ってるとね、犬っていいなーって楽だなーって思うっていうのと同じで、美術館行くとね、とにかくね、自分の価値観の外にある世界で、なんだこれって、うん、でもアーティストって、要はみんながこだわってないところにこだわってるのがアーティスト、うん、モンドリアンって作家です。モンドリアンっていうのはこう色の柄のね、オランダなんです。オランダの人はね、水平線と垂直が好きなんです。なんで、オランダってね、全部がゼロメートル地帯。山がない。垂直のものってね、教会の塔しかないです。だから、垂直好きなんです。水平と垂直ってすごい好きなんです。だから、オランダ系の絵画の人ってみんな水平描いて、縦の線がちょっと入ってるっていうのは、これオランダの絵の絵画。それが抽象画になったのがモンドリアンで、白と黒と黄色と赤と青で全部の絵をこう服の柄みたいに描いていくっていうことをやったんですね。誰にも理解されなくて、うん、仲間ができたんですよ、うん、で仲間ができて、お、一緒にこれをこれから抽象絵画盛り上げていこうぜってやって、その大の親友になった仲間がね、見てくれ、これどうだって言ったら、対角線を描いたんですよ。そいつが、対角線はないだろう、喧嘩になった。絶好です。もう不思議だよね。あれだけだから、対角線を描く人間は信用できない。ってなって、あんな仲良しが絶好って。対角線はないぞ、お前。みたいな、うん、というのが、そういうストレスを取り除くのはね、もっとストレスかけること。だから、ジェットコースターはなんでみんながいいかって、ジェットコースターで全部全てのそれが、飛ぶんじゃうわけ。だからストレスフルな人ほどジェットコースターってポーンっていってもっとする。なんでホラーを見るとか、うわーって、あのお化け屋敷って怖いよね。ところが、あの出てきた人ってみんな半笑いだよね。あのお前、みたいな。あれ入るときは怖い入ってるのに、出てきたとき半笑いなんだよ。すごい中で怖い体験があったね。出口を見てると面白いんだよね。みんな、なんかね、笑ってんだよね。ほっとするんです。うん。それから、バレエにしても、それから歌舞伎にしても、お能にしてもね、全部ね、話はホラーなんだ。お能なんて、究極、旅人が都会で疲れた人が、もう死のうと思って、死ぬ場所探していったら、そこの字の、妖怪に会うわけですよ。そして妖怪はもともとその場所にいたのに、都会から来たやつに滅ぼされたり、人間が無念じゃって死んでて、それでその無念の話を聞くわけで、話しながらその無念が、その妖怪は晴れていくんだけど、それを聞いた人間は、へえ、そんなことがあるんだと思いながら帰っていって、もうちょっと頑張ってみようっていう。
見てる人たちもそれをやるんです。うん、バレエも貴族の人たちが悲劇を見るんです。悲劇を見て、悲劇を見ることによって、はあ、生きるって大変なんだな。それに比べると自分は生きててよかったなっていう気持ちになる。うん、だから生きる勇気が実は教養って湧いてくる。その場が楽しければいいじゃないですか。教養ってね、しんどいです。ストレスかかります。でも、それって、サウナ行って、キーって、キーってなる。なんで人間はサウナに入るのかな。うん。だったら露天風呂の方が気持ちいいじゃん。でも、サウナ、みんな好きなんですよ。後から来たやつよりは先には出ないみたいな。なんか、今日突然キーってなりながら、で、前のやつもそうだし、後から来たやつには絶対、で、後から来たやつは一人は抜こうみたいな気持ちでいるから。あれ、サウナってね、砂時計置いてるけど関係ないんだよね。結局、来た順番覚えてるから、こいつより先に出るのは男としてみっともないみたいなのがあって、時々倒れる人がいるんだけど、無理しないでくださいって書いてあるんだけど。そういうね、サウナってああやって買ってかけるストレス感。気持ちいいことって分かりやすいものっていうのは世の中にいっぱいあるけど、それよりは難しいものにチャレンジしていくことによって、それが通り抜けた後に逆に、すっきり感が出るって、うん、ストレスって経営者の人がみんなトライアスロンにハマってるじゃん。なんでかってストレスかけたいですよ。すごいストレスだから、もっと強いストレスかけて、それを通り越えた後に気持ちよくなるっていうところを目指してるんだ。だからこれ教養の世界っていうのは難しいからいいんです。簡単に分かりやすいっていうんじゃなくて、この難しいなっていうところを味わえるっていうことですね。はい、そう、どれいく習い事。習い事。はい。